どうもブログ編集長のベガです。毎日コメントありがとうございます。えー、それではですね、はい、あのー、トレードの相場分析の方を行っていきたいというふうに思います。えー、現在の日時がですね、2021年の、えー、5月17日ということで、はい、現在の時刻はですね、午前、えー、9時23分になりますね。はい、でですね、あの、日経225はいつもの通りですね、えー、始まり、えー、始まったようなところですね。 まあ、ほとんど、はい、寝動きはないような状況。あの、始まって20分ぐらい経ったんですけど、4円安ってことで、<laughs> はい、まあ、ずっとね、はい、あのー、年初から、えー、まあ、例えば15分足でご覧いただいても、例えばに、はい、日足でご覧いただいても、ほとんど変わりがないような感じですね。はい、まあ、年初から。まあ、ほとんど、そう、あの、27,400、このあたりから、ずっとこの3万円、このあたりずっとね、 はい。あのー、もう本当に、膠着している、ずっとレンジ状態でずっと続いてるような感じで、まあ、入浴でも同じような感じですよね。はい。あのー、ちょっとまあ、こういう感じで、えー、っと、32,500、えー、このあたりからですね、35,000ぐらい。うん。まあ、このあたりのレンジでずっと膠着しているような、上がったり下がったりっていう、はい。そういうような状況になります。まあ、<laughs> まあ、あの、一番ね、あのー、重要なことはね、あのー、やっぱり、あのー、今、結構、膠着してるじゃない、あの、長期戦で、まあ、俯瞰していただくってことですけど、こういうような、その、前からずーっと申し上げてるんですけど、あの、リアル社会から、要するに、まあ、BTC のような、はい、BTC とか、まあ、イーサリアム、リップル、<laughs> まあ、エイダーコインとかエンジングとかね、まあ、そういうようなか、かあのー、 デジタル市場とか、まあそういう、あの、オンラインの VR 市場にどん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 お金が、と、人とお金が流れてきてるんだっていうことです。うん。それはもう、あの、<laughs> はい。あの、今ね、オンライン上で結構、あの、どん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 人が集まってきてるのをね、確認すれば明らかなことだというふうに思います。でですね、まあ、あの、BTC の方はね、あの、えっ、ー、と、昨日からちょっと暴落したってことで、はい。えー、ちょっとご覧いただ るんですけどまあ、あの、先週もね、あの、ちょっと、先週も5月13日でしたっけえー、っと、まあ、暴落して、またこう、はい、ご覧いただけますか、はい、えー、っと、またですね、こう、陰線が目立ち始めて、昨日、暴落したような、うん、だから、結局、こういう感じで、あの、今ね、とれ、あの、相場の下降トレンドっていうか、もう、ずーっと下がってるような感じなので、 上がってもね、こう、値が,が多くて、下がって、また上がって、下がってみたいな感じで、うん、そういうような感じなので、まあ、はい。まあ、えー、前も申し上げたんですけど、うん、で、ここからが一番ポイントで、で、今、ちょっとイーサリエムがね、あの、こういうような感じ、昨日ね、あの、まあ、あの、短期地点なんですけど、はい。6時でしたっけ、もう、あの、3万、えー、 37万円から38万円とか、まあ、38万7000円ぐらいまで一気にこう伸びたこの要線があるんですね。こういうような時っていうのは結構そのトレンドが変わったような、はい、下あの同じようにそのインサイレもずっと下がってきて下がってきて下がってきてでここでバーンって跳ねてでここでねちょっとその警戒っていうかトレンドが変わったような短期的なトレンドが変わってここからずっと上向く。 うん、前から申し上げてるんですけどあの、去年ぐらいからちょっとイーサリアムがあのクリプト市場をあの、えー、牽引してるような、相場を全体を牽引してるような動きがあるので、ここで回復したと思ったら、例えば、えー、ビットコインも、うんまあ、リ,ップ <laughs> リップルも、はい、大きく上がる可能性が高いので、まあはい えー、特にリップルですよね。リップルは、あの、冷やしてご覧いただいて、今、冷やしてご覧いただいてるんですけど、はい。あの <laughs>、まあ、短期的にこう、儲けたいとか、まあ、大きく狙いたいっていうのは、こう、三角持ち合いをずーっと冷やして、はい、形成してて、だん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 、こう、あの、はい、このレンジが少なくなって、ここでね、一気に伸び <laughs>、 ちょっとあの、伸びたと思ったらちょっと陰性が目立って伸びきれなかったってあるんですけど、もう一回バーンってそのロケット、ロケットの可能性が非常に高いので、まあ大きく狙いたい人はまあリップルがおすすめですね。もちろんそのリスクとか、あの、自己責任でやるっていうのは当,あの当たり前の話ですけど、うん、まあ例えばその今ね、あの、ものすごい下がったっていうふうに認識されてる方もね、結構 このね、あの、イーサリアムのちょっと、あのー、チャートのこのい、あのよ、行政の動きっていうのはね、あのー、結構トレンドが変わったような、はい、可能性が高いので、もちろん <laughs>、リスクは、あの、自己責任で取るっていうのは当たり前のことなんですが。まあ、それで、まあ、イーサリアムが、あの、相場を検して、こっからね、あの、ビットコインも、はい、ちょ、ちょっとあの、あれですか、えっ、ー、と、15分足でご覧いただ ちょっとね、まあこういう感じで、ビットコインもちょっとこのこういう感じで、要線が目立ち始めて。まあそれで、要するにまた大きくこう狙えるっていうんじゃないかっていう。まあ昨日大きく下がった例えばビットコインで言えばこの480万ぐらいがボトムじゃないかなっていうふうに、はい。まあどこでそのトレンド転換したかっていうのね。 うんまあ、その相場の見極めっていうのはちょっと難しい部分はあるんですが、まあ、いずれにしても、ちょっとそこは打ったかなっていうような、はい、ビットコインだし、あクリプト市場だし、まあえー、XRP に関しては、そうですね、跳ねる可能性が非常に高いですね、また短期的に。もちろんね、あの、もちろんその、要するに短期でその一攫千金狙ったら当然リスクは伴うんですが、もちろん、ここでね、あの、即金が欲しい人は、 大きく勝負っていう <laughs>、はいうは感じでご覧いいただければと思いますで今日はねまああのー、そういうようなその短期的な、えー、相場の値動きもそうですけど一番最初にも申し上げましたし、まあ、私がずーっとはいもうしあのー、ずーっとねあのー、もう最近だけじゃなしにもう10年間ぐらい同じね あの考えで同じ行動をとって、まあ大きなうんあの、今ね、あの一番俯瞰して、あの長期視点として捉えなきゃいけないのは、こういうその日経みたいなオールドエコノミー、まあ、ニューヨークダウもそうですけど、から要するに、まあ、BTC とか、まあ、そういうようなそのデジタル市場、オンライン市場にお金がどんどん,どん,どん流れてきてるっていうことです。で今日のねあの、まあ、そういうい意味で はい。まあ、あの、遊びっていう意味で言っても、例えばエーダコインとか、まあ、エーダコインとかエンジン。うん。こういうような、その、ね、あの、ゲーム市場に、デジタルゲーム市場にお金がどん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 流れてきてますよね。ものすごい値上がりじゃないですか。今年になって、エーダコインとかエンジンとか。うん。そういう意味でね、ちょっとあの、今日特集でね、あの、 ね、ちょっと、はい、お話しさせていただきたいんですけど、はい、で、えー、っと、下にリンク貼っとくんですが、あの、BBC ニュースさんの、えー、記事ですね。はい、なぜ日本政府は、うんえー、東京五輪を中止しないのか、事態は簡単ではなくってことで、はい、これ記事ね、あの、ご覧いただきたいんですけど、前も私申し上げたんですけど、 な、なんでオリンピック開くんですかねこれ。予定通り開催とか、普通に考えて、無理だろう。普通に、だってと、はい。まあ、当然ですね、あのー、コロナ、コロナの影響とか、今、<laughs> はい。例えばその、インド、インドの変異種がものすごい流行してて、で、例えばその、インドからなんか帰国した人が、 ですね、まあ日本に持ち帰ってまたそれが要するに拡大しようとしているわけじゃないですよはい市中感染が確認されてそんな時期にその外国からい,いろんな人が集まっまあ,ゴリあのオリンピックのために集まったら普通にその要するにコロナが爆発するだろうって分かると思うんですけどな,なんでそこまでそのこだわるのかっていうのをうん。 わからないし、で、うん、やっぱりその <laughs>、はい、IOC っていう、その、はい、独占的なその機関が決めてるっていうことみたいですね。<laughs> うん。まあ、まあ結構ね、そういうような感じで、うん、まあちょっと言っていいのか、あれですけど、あの、リアルの社会ってこういうような、いまあ、未だにね、あのー、 日系、まあリアルの世界から、まあ、デジタルのオンラインにどん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 お金が流れてきてるんだってね、はい、いうことね、あのー、申し上げてきたんですが、あのー、やっぱりリアルの世界っていうのはね、こういうようなその、一部の独裁的なこう、機関によって、本当にね、あの、密室で物事を勝手に決められてるっていうことはね、 うん、それが、要するに人の、要するに人生とか、人の生命に関わることであったとしても、要するにそういう権力者が勝手にね、うん、決めてるっていう、その自分たちの、まあ、既得権とか、まあそういうのを守るために、うん、誰もそんなことを望んでないわけですよね。まあ一部の人以外。うん、逆に、こうね、こっからちょっと <laughs>、はい。 提案っていうか、まあ、アイデアなんですけど、前からぼ私も申し上げてるんですけど、まあ、あのそれ、それはいい、あの、それはいいんですが、オンライン上でオリンピックってやらないですか <laughs> うん。まあ、もちろんその、要するに、うんわ、私の今までのね、あの、YouTube のね、配信ご覧いただいたら、まあ、あの、スポーツっていうのはね、あの、運動っていう以外にも、 根本的な語源として遊びっていうのはあるんわけですよ。まあその、要するにもう私も東京に住んですけど、東京で、東京からまあ発信して、まあ皆さんにね、昨日、はい、あの、マリオパーティーとか、で、まあゲーム感覚でこう遊んでいただいて、まあオリンピックで、うん、VR、オンラインの VR オリンピックで楽しんでいただく。そしてですね、まあ私は結構、はい、 ジ,ムジムちょっとコロナの影響でまあ通ってたそ通ってるその大手のジムもちょっとずーっと閉鎖されてて運動不足にちょっと陥っててで今ね結構昨日もねちょっとオキラスで運動やってたんですけど、うん、こういうようなそのデジタルあのオンラインを通じた運動っていうのもねどん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 そのねあの。 リアルの、あの、スポーツジムに負けないぐらい充実してきているわけですよ。うん。まあ、そんな中で本当にね、あのー、さっきもちょっと申し上げたんですけど、あまり言っていいことかな、わかんないですけど、まあ、こういう、そのね、オリンピックみたいな、そういう、ね、あのー、本当にね、あのー、もうだ、ほとんど誰も望んでないのに、<laughs> 一部の、要するに、 独占的なその既得権益の持ってる人たちが開く大会ではなくてねまあもっともっと民主的な感じでえ、うん、一部のこう選手だけっていうわけじゃなしにね、うん、みんなでこう楽しんでいただくようなねオリンピックってうのをね、うん、やりたいなーっていうふうに思ってるんですけどどうですか <laughs>、うん、まああのね私の YouTube 配信をね、まあ、ご覧いただけば皆さん本当に もちろんオンラインですから、当然そんなコロナの、あのー、そんなリスクなんか全くないわけですし。ねまあこの機会にね、こう、まあ、はい、あの、結構運動と、あの、べあの、あの運動がこうあ、あの、勉強とか仕事に与える影響ってものすごい大きくて、ああもう本当にね、あの、はい、はい 横に、ね、あの脳を鍛えるには運動しかないっていう書籍があるんですが、うん、まあそういう感じでね、あのー、この折 <laughs>、はい、オリンピックを機会にね、まあ、オンライン上で、まつはい、運動していただく習慣というのをちょっと <laughs>、はい、み,みんなで身につけて、まあ、みんなでこう、あのーねまあ、ビジネスだったらもう、あのーねえー、いい結果を出していただいて、で勉強だったらいい、はい、成績を。 残ししてててていいいいいいいたただいてっうてううような感じににきと思います、まあいずれにせよねあのこういうようなそのだか前から言ってる前からずっと申し上げてるんですけどこういうそのねあの日経みたいなそのオールドエコノミーから要するにデジタルオンラインのデジタル市場 VR 市場にお金が流れてきてるっていう、うん、そういうようなその時代の流れに全って 全く逆行しようと、逆行するようなことをやろうとしてるわけじゃないですか。うん。そこは、当たり前、そんなのを反対する人が多いのは当たり前の話で。うん。まあで、これ、勝手にやっとけっていうだけで済まないですよね。単純に外国からその、変異種みたいな持ち込む人がいっぱいいたら、日本で感染するって話じゃないですか。うん。 <laughs> いや、それ、それで、<laughs> それでね、総理大臣はそんなね、あの、国民の命と生命、生命が大事なんて言うと、全く説得力がないわけで、まあまあ、あの、これ以上もうあ言わないですけど、まあ私が伝えたいのはね、あまあシンプルで、まあ、えー、まあ、えー、オンラインの VR 空間で、 オリンピック開きて、あの、開きませんかっていうことです。まあ、それでね、みんな、みんなで、こう、スポーツっていうのは語源がもともと遊びっていうことですから、楽しんでいただいて。で、これ、これを機会に、ね、ちょっと、まあ私の個人的な願いなんですけど、まあみ、あなたが、要するに世界中の、まあ日本中のどこにいようが、オンラインで繋がって、まあ運動する習慣を身につけて、 その理由はやっぱりそのねあのなんですけどやっぱり小学生とか中学生だったらあの部活で運動する習慣ってあったと思うんですけど、まあ、体育の授業もそうだし、まあ、なかなか社会人だったらこうあのそういう習慣もないので、まあ、ジム行くとかそういうことしかなかったと思うんですけどそれもねちょっと閉鎖されてて結局、うん、運動する習慣が身にあのなくなっていくので。 うん、なので、本当にね、あのー、オンラインでこう、つながってとか、まあそういうのを私は検証しているので、まあこのね、はい、夏のね、はい、あの、オンラインの、あの、オリンピック大会をきっかけにね、あの、オンラインでつながって、で、運動しする習慣をね、あの、身につけていただければと思います。はい、あの、最後まあ、そういうことで、まあ、えー、何度も何度も申し上げますから、ね、はい。 えー、リアル社会からどん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 ね、あの、デジタル用のオンライン空間にお金が流れてきてるので、簡単に稼いでいただいて、楽しい人生を、え、あの、過ごしていただければと思います。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、えー、失礼します。さようなら。